エトラちゃんは見た。わあ、この新作のワンピースすごく素敵ですね、マリンさん。そうでしょ。ニューヨークで先行販売されたんだけど、売り上げがぶっちぎり1位だったって。私はユリ。当時私は外資系アパレル企業に派遣社員として働いていた。商品の PR は私たちの仕事だからね。日本でも絶対売ってみせるわよ。はい。お給料出たら私もあのワンピース買っちゃおうかな。あ、あれは営業の茜さんとゆずりはさんだ。新作いい感じだと思わない？見た見た、超期待。さすが花形の営業部員、女子力のレベルが高すぎる。眩しい。わわわ。あ、ねえ見た、あの子超イモくない？ああ、あの子知ってる。確か派遣でジムと広報やってる子よ。派遣でもあんなのがブランドの顔とか超恥ずかしいんですけど。てかあんなブカブカの服着てさ、体型カバーして頑張ってる感が逆にかわいそうっていうか。私ならもう少し痩せないと恥ずかしくて表を歩けないわ。あら、どうしたのゆりさん、元気なさそうだけど。あ、いえ、その実は。なんですって、そんなこと言われたの？はい、でもいいんです。あの二人に比べたら私は確かに太ってますし。何言ってるの、十分細いでしょう。私があの二人の直属の上司に報告しておくから、あなたは早く忘れなさい。はい。その後カリンさんの計らいであの二人は上司から厳重注意を受けたみたいだけど、それがかえって火に油を注ぐことになってしまったのだった。それからはブス、すれ違いざめにけなされたり。あの子でしょ、副業で風俗やってる子って。やだ、超地味なのにそんなことするんだね。ホラ話を吹聴されたりと、陰湿な嫌がらせが続くようになった。上司のカリンさんは味方をしてくれて、何かとかばってくれたけど、その後も嫌がらせはやまず、結局私は派遣をやめて転職することにした。悔しいけどもうここにはいたくない。そして私がこの会社を出る1週間前、ある出来事が起こった。もう少しの辛抱だ、頑張ろう。え、何かしら、あれ。そこには普段はせいぜい 5,6 人ほどしかいない警備員さんが10倍の人数になってエントランスに集っていた。おはようゆりさん。カリンさん、おはようございます。あら、あれはどうしたんですかね、あんなに警備員さんが集まって。何か行事でもあるんでしょうか。うん、ついに来たの。え、ゆりさん来て、きっと部署がパニックになってるはずだわ。え、パニックって一体どうしたのかしら。あ、何かしら、あの段ボールの山。やばいぞ。どうしましょう。くそ、なんでネットが繋がらねえんだ、メールも送れねえじゃねえか。回線エラーか何かかな。おい、誰か IT 部門に連絡しろよ。どうしたんですか。やっつ、会社のネットが繋がらねえんだよ。ネットワーク障害でしょうか。いいえ、おそらくこれは人為的なものよ。え、それはどういう。社長。皆様、本日をもってアパレルブランドエトラは日本撤退という運びになりました。こちらの部署はまだ雑務管理がありますので、1ヶ月後には全員解雇となります。何ですかそれは、聞いてませんよ。それは突然の解雇処分令だった。外資って首の仕方がえげつないって聞いてたけど、本当にこんな急にぷっつり首にされるんだ。カリンさん、知ってたんですか撤退のこと。ええ、確信はなかったけど、同業で海外勤めの友人から連絡があってね。カリン、大変よ。上司から聞いたんだけど、エトラが日本撤退するかもって。そんなわけだから一応身構えてはいたんだけど、まさかこんなぷっつり切られるとは驚きだわ。ちょっとふざけんじゃないわよ。解雇なんて聞いてない。それにバッグも靴も置いてけってどういうことよ。そちらは会社があなたに貸していた備品ですので、ここで置いていってもらいます。冗談じゃないわ。これからどうしろって言うのよ。我々に言われても。そもそもクビにするならなんで事前に言わないのよ。その間に転職活動だってできたのに、次が決まるまでどう過ごせって言うの。まあまあ、まずはハローワークへご相談を。とにかくすぐに会社を出るようにとのことですので。ひどいわ、私貯金なんてないのに。うわ、こんな会社訴えてやる。やる。営業部は今日付けの解雇みたいね。カリンさんは大丈夫なんですか、こんな。ええ、大丈夫よ。実は先月からもう転職が決まってて、すでに退職願いも出してたのよ。撤退の噂もあったけど、もう少しスキルアップしたいなと思って。そうですか、よかった。その後、その場で首を言い渡された人たちは段ボールに私物を入れて、涙ながらにそれを発送した後に会社を去っていった。転職が決まってて本当によかった。そして全ての雑務を終え、
エトラ日本支社は完全に消滅していったのだった。嵐のような最後だったな。それから2年後、ユリさん、今のが終わったら35番の制作もお願いするよ。はい。新しい勤務先で私は洋裁を学び直し、最近ようやくパタンナーとして活動できるようになった。カリンさんとは今でも連絡を取っていて、たまにお茶をしたりする。次の約束が楽しみだな。だからユリって女よ、ここにいるって聞いたんだから早く呼びなさいよ。え、アカネさんとヨゼリハさん。あ、いたわ、あいつよ。ちょっとあんた、聞いたわよ、こんな大企業に転職してたなんて。こんなところに勤めてるんだから給料いいんでしょ。お金貸しなさいよ。はあ、いきなり来て何を言ってるんですか。卑怯者、あんた撤退のこと知ってて転職したんでしょ。一言も教えないで消えるなんてクズよクズ。お詫びの気持ちとしてお金出しなさいよ。ユリさん、どうしたんだい。カツラさん、実はこの人たち前の職場の人で。金払え医者よ。ああ、ユリさんに嫌がらせをして会社から追い出した人たちか。いい年してみっともない。はあ、何よその言い方。その女が勝手に辞めたんでしょ。それに私たちに黙って。ちょっとこっちでお話聞きましょうか。あんまり暴れると警察呼びますんで、おとなしくしてください。何よ。大丈夫。はい。驚いたことに、二人はどこからか私の居場所を突き止めて会社に突然突入してきた。ほんとびっくりしました。まさか2年も経ってあんな形で再会するなんて。ああ、あの子たちね。私にも電話来たわよ。私たちだけじゃなくて全職場の知り合いには片っ端から声をかけてるみたい。でもどうしてあんなに必死に。さすがに2年もあれば仕事は見つかってるでしょうし、そんなにお金に苦労してるんでしょうか。ああ、エトラはかなり高級だったからね。生活水準が下げられなくてブランド品を買いまくってたら、いつの間にかリボ払い時刻に陥ってたって聞いたわ。リボ払い。まああの二人はともかく、ユリちゃんはどう。パタンナーの仕事はうまくいってる。はい、なんとか。あれ以来警備員さんにきつく言われたのか、あの二人が職場に来ることはなかったけど、あの二人のようにならないよう貯金をして浪費をしないようにしようと誓ったのだった。そして人に迷惑をかけない人になら。ご視聴いただきありがとうございました。外資系のお話とか、私には全く縁のない話なので全然わからないですが、こんなに前触れもなく解雇にされてしまうんですね。恐ろしいです。それにしても、高級品かつ自分のお気に入りのブランドになってしまうと、なかなか他のものを使いたくなくなるんでしょうね。現実をちゃんと見て、身の丈に合った暮らしをしないとです。皆さんはどう感じましたか。コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またリボ払いは正しく使おうと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。